フォローしております、ありがとうございます。今日はちょっと短いんですけどやってます。こんぐらいかな、30分までだから20、23分間ぐらいしかできないんですけど、すいません、ちょっと短いけどやります。こんにちは、やったね、ヒーロー、ヒーローです、ヒーロー肩のスーパーヒーローです。あ、すごい、神ってやつ、ありがとうございます。にょろちゃんさん、ありがとうございます、ありがとう。こんにちは、今日は日曜日ですよね、うん、何してるんですか、何してましたか。私はさっきプリンを食べました。あ、9日公園行く券うちは作ったよ、え、ありがとう、楽しみ。9日はパジャマドライブ公演があるんですよ、パジャドラ、だから楽しみ、嬉しい、うちは作ってくれたんだね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。え、そう、いっぱい来てくれる方がいるみたい、俺もって、ありがとう、楽しみ、久しぶり、公演があるの久しぶりな気がします、楽しみ、嬉しい。てかあっという間に10月も終わりましたね。10月の思い出話しよう10月は何がありましたっけ。そう、お昼に、はそうそうなんですよ、お昼にヒーローは珍しいねってヒーロー、そう、いつも夜ぐらいにさ配信してるから、お昼に配信するの2回目ぐらいかもかな、多分です、お昼にあんまりやったことない、しかもさいつも急にやるからさごめんね。お昼のツイートで感動しちゃったよ、え、嬉しい、ありがとうございます、ジーナさんに載せていいよって言っていただいたのでちょっと載せちゃった。気になる方はツイッターを見てもらったら私のツイッターを見てみてください。あ、ビーバップ団長さん、これは何だろう、ありがとうございます、なんか星みたいな、いて、こんにちは、30分ぐらいまでやってま、やる予定です。お宝写真ありがとうございます、嬉しい、そう言ってくれてたけさん、あ、ありがとう、かわいいのやつありがとう、嬉しいですってヒーローは休日のお昼ちゃんと起きてたよね、起きてますよ起きてました、でもちょっと起きるの遅かったな、今日何時に起きたっけ、 10時とかに起きたか遅いけど、え、嬉しい、ショールームの通知来た瞬間にやけた、ニヤ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 、嬉しい、あ、久々のヒーロー TV 嬉しいってもうヒーロー TV 呼びしてるやん、普通にゆいなが、石松ゆいなちゃん同期のがね、私のことたまにヒーロー TV って呼んでくる時があるっていうお話をしてから普通に呼んでくるんですけど通知に湧いた、やった、嬉しい、楽しみにしててくれたのね、ありがとう、
イロティビ流行らせないで流行らせないで。公演9日は公演がありますよ。たけさん、服の絵、服って書いてるやつありがとうございます。あ、ゆうかさん、かわいい、ありがとう。かわいい、かわいい。モバメの写真が毎回かわいくて大好き。嬉しいです。なんかモバイル HKT48 のドメール HKT48 メールってやつがあって、それをね、それの写真を褒めてくれたみたい。今やっほー、ひろちゃん、やっほー、やっほー。あっという間にさ、この間なんかこの間まで10月やったのに、あっという間に11月ですね。もう早くない？めっちゃ早いと思ったんですけど。しかもさ、今もう6か。早くない？早すぎんか？ね、早いよね。11月はね、26と28にコンサート周年があるから、ね、楽しみ。昨日までリハやってたんですよね、周年の。そう、たくさんだから、そのリハで、あ、コンサートもうすぐだってなんか実感してきて、めっちゃ楽しみになった。楽しみ、めっちゃ楽しみ。なんだって、11月になってて年取るけん頭抱えてる。うん、私もなんかね、この間ね、普通に話しててさ、あのざわち伊沢美優ちゃんにね、なんか「ひもうすぐ誕生日やね」って言われたんよ。で、えっと思って、もうそんな時期って思ったら、なんかちょうどその日が23日だったらしくって、2ヶ月後って言ってた、沢地が。え、もうそんな、私もう、え、もうそんな、もうすぐかねって聞き返したら、2ヶ月後って言ってた。それはもうすぐなんか、もうすぐなの。あ、ビーバップ団長さん、ハートたくさんありがとうございます。ハートいっぱいありがとう。この顔、推しドリンクのみ、嬉しい。そうなんです、あの推しドリンクがね、6期生も発売されてて、あれを、そう、ぜひ劇場に来るときは飲んでみてほしいです。しかもあの飲んだら、その何コースターがついてくるんですよ。そう、しかもあの推しドリンク、なんか自分たちで試作というか、なんかいろいろ組み合わせて飲んでみたいなして、それで作った味なので、ちょっとね、美味しくできたよ、私。美味しい、めっちゃ、なんか自分の目指してた味というか、なんかめっちゃ美味しくできたって思いましたね。でもなんか炭酸苦手な方とかがちょっと難しいかもだけど、あ、そうそう、アイス、なんだったっけ、カシス、アイスティーとカシスと炭酸水を混ぜたやつなんですけど、めっちゃ美味しいですよ。たけさん、お花ありがとうございます。ありがとう。そう、それを飲んだら、あの私のコースターがついてくるみたいなので、そう、なんかね、なんかそのコースター、なんか飲んでくれた方いたみたいで、コースターをね、いろんなところに持ち歩いてくれてるみたいで嬉しかった。
こんにちは。ピース。あ、初見です。こんにちは。ありがとうございます。北川ヒールです。お願いします。SKT48 の6期生の研究生の北川です。お願いします。来てくれてありがとうございます。こんにちは。今日は日曜日なんですけれども、何をしてたんですか？みんな。私はさっきまでお洋服選んだりとかしてたよ。なんて呼べばいいの？そう、なんて呼べばいいのってよく聞かれるんですけど、何が正解なのだろう、私もちょっと分かんなくて。でもなんかね、お友達とかにはひーって呼ばれるんですよ。ひーとかひーちゃんとかで。でも HKT に入ってから、あのキャッチフレーズが博多のスーパーヒーローだから、なんかねヒーローって呼ばれることもあるんだけど、どうなんだろう。ひーちゃん、なんかひーとかひーちゃんのが近しい感じがするかな。何でも嬉しいけどね。そうで、だからね、あとヒーローって呼ばれることがあんまりなくって、でもね、あのザワチとかナナカが私のことヒーローって呼ぶのよね。そうだからなんかめっちゃ新鮮、嬉しいですね。ヒーちゃんって呼ぶかヒーローちゃんって呼ぶか迷ってた。どっちでもいいよ。好きな風に呼んでください。呼びやすいやつで何でも嬉しい。うん、ヒーロー TV 話したらダメなのね。おもろ。多分ユイナぐらいかな言ってるの最近。ヒーちゃんって呼ぼう。あ、ありがとうございます。まあ、あのそのカレンが私のことをヒロネーって呼んでるっていうのを知らなくって、したらなんかしたらさ、レイヤちゃんがさ、ヒロネーって誰って言い始めてさ、なんかその声がなんかそこの部分だけ聞こえて、なんかおもろくって、で なんでその反応しとるんかなと思ったら、そうしたらね、あのレイヤちゃんの憧れの先輩がヒロナさんだから、うんちょうヒロナさんだから、そのヒロナさんのことをヒロネーってカレンが呼んでるって思ったかなんかですごい反応してた。レイヤちゃんがヒロネーって誰って言ってた。でそうカレンがね、その後になんか私のことをそう呼んでるんだよみたいな感じで言ったら、まあ安心してた。あ、よかった、ヒロナさんのことを呼んでるのかと思った。そう、レアちゃんはねヒロナさんが憧れの先輩なので、そう敏感に反応して、そうそう、いろんなところでさ、6期生の中でもさ、なんか個人個々でさ、あの呼び名がなんかいつの間にか新たに生まれているっていう時がたくさんあるみたいだから、そういろんな呼び名があって、ね、そうみんなも把握してないぐらい、そう面白、めっちゃ面白かった、それが本当面白かった。面白すぎ、本当秘密的にはあ、ビーバップ団長さん、服ありが、服なんかおめでたい服ね、ありがとうございます。こんにちは。あ、姫が配信してるのでその話振ってきました。あ、今してるの、レイヤちゃん、レイヤ
自分はひーちゃん、ありがとう、嬉しい。こんにちは。HKT メンバーがつけるメンバーの呼び名が、みんな面白すぎて好きってそう、面白いよね、ほんと。あ、やってるんだね。じゃあレイアちゃんの話なんかしようか。そう、なんかリハの期間、レイアちゃんとよく一緒になんかいた気がする。お弁当とかも一緒に食べてました近況報告。そうなんだよね。そう、それで、そうなんだよね。ひろちゃん推しです。 ありがとうございます。嬉しいです。お願いします。これからなんかね、私が一回 MC 公演の MC で、ルシエルさん、あ、レインボースター、ありがとうございます。あ、バラックさん、神、ありがとうございます。神ピース。もう11、あっという間に11月になって、で、そしたらもうあっという間に周年になって、そしたらあっという間に年越すのかな。早くない？早いんですけど。だってさ、私たち6期生のオーディションがあったの、発表されたのってさ、去年の周年の時なんですよね。だからそれから1年、もう1年経つってのが、早い、早いよ、早いんだけど。そう、周年のそのオーディションが始まりますっていう発表があった時、配信見てたんですよね、周年の。だからそれの1年後にさ、周年コンサート私出るんだって思ってびっくりしてます。今普通に冷静になって考えてみると、すごいすごい1年だったなって。もうね、あーですよね。そうだよね。先輩方の卒業も、時止まれ時止まれ、悲しいんですけど、いっぱいお話しさせていただきたいと思います。とても優しい先輩方なのでね。あ、太陽さん、神、ありがとうございます。神神神。10月ってなんか、あ、これ私いつが最後配信したのかから忘れたんですけど、この間6期生の6期生だけスペシャルのよかよか HKT48 のよかよかに出たんですけど、そう、その時になんと MVP をいただきましたなんかMVP になってた気づいたら。なので来月も出演させていただきますびっくり。そうね、まかりもあったよね、10月って幕張もあって、で初めてのラジオとかもあって、で1期4日4日もあって、そう、たくさんいろんな、なんか初めてなことをたくさんした月だったなって思ったな。すごく、だからさ、これからも楽しみ。なんかこれからもなんか多分まだ全然初めてやることっていっぱいあると思うので、それが楽しみですね。あ、ゆうかさん、ハートありがとう。ハートありがとう。あ、MVP おめでとうって、ありがとうございます。え、そう、来月の
なんかね、毎回そのよかよか3回あったんですよ。よかよかってなんか18人人数多いから、その3回に分けて月に1回ずつあって、でその1回ずつで MVP の子と頑張ったでしょうもらった2人、いけん、その 3グループで2人ずつそれが選ばれて、その選ばれた人たちが来月もよかよかに出演させていただきます。そうだからね、誰だっけ、渋井ちゃん、ナナか、レイヤちゃん、ハンちゃん、ユウナ、私ですね。です、楽しみですね、楽しみ、どんなんなるんだろう。あ、嬉しい、 MVP おめでとうって言ってくれてる、いっぱいありがとう嬉しいです。あ、正代さん、神ありがとうございます。神神たけさん、星、これって星なんですかね、なんか手裏剣っぽい星ありがとうございます。あ、もう30分になりましたか報告してくれてありがとうございます。じゃあランキング読もうかな。なんかめっちゃ短い時間だったのに来てくれてありがとうございます。本当にありがとうね、いつも本当に。じゃあ読めますね。13位、たいすけさん。12位、ただの魚さん。11位、正代さん。10位、太陽さん。9位、レジスさん。8位、たけさん。7位、ビーバップ団長さん。6位、ザキザキザッキーさん。5位、ヒルケンさん。あ、4位、ニョロちゃんさん。3位、ニシプーさん。2位は MOBA さん。1位はルシエルさんです。ありがとうございました。本当になんかいつも急やし、しかもお昼にちょっとだけみたいな、本当にごめんなさい。来てくれていつもありがとうございます。見に来てくれて、またしますね。じゃあありがとうございました。バイバイ。あ、お疲れんでん、お疲れ、カレンちゃん登場しましたか、これ本人、お疲れんでんってことで、ありがとうございました。